そ。ここではプレイ方法とおすすめ譜面を紹介します。この動画を機に新たなサラゴリラの誕生を楽しみにしています。それでは早速プレイしていきます。ターンテーブルはベーシップの一番下にありますので、皿を右回転に回しておけば自然に選択できます。バージョンによって選択方法が違いますが、一番奥にあるので分かりやすいです。さて、この動画を見ている人は、そもそもターンテーブルがどのようなモードなのか知らない人がいるかもしれないので、説明をさせてください。ターンテーブルモードは、鍵盤にノーツが降ってきた際に、同時に皿を回すモードであり、コンマイゲームで言えば、ギターフリークスを 2DX でやるようなものです。最初は全く回せず、100円を吹っ飛ばした気持ちになりますが、やっていけば慣れていきます。このモードは関節ミスが非常に出るので、コンボをつなぎながらゲージが減ることは日常茶飯事です。それをいかに抑えるのが腕の見せどころ。普段何気なく叩いている単発ノーツや階段は、このモードでは脅威です。逆に見えば縦連はやりやすいです。ただ先ほど言った関節ミスのせいで、譜面によっては脅威になります。同じ難度でも個人差が出やすいモードです。さて、ここからはおすすめ譜面の紹介です。この譜面は分かりやすい音がアサインされていて楽しい譜面です。この曲は EG2 を初めて知った時の曲で、今でも好きです。単発、同時押しや縦連移動などターンテーブルをプレイする上で重要になる要素を練習できる良い譜面です。
識力をかなり必要とする場面です。個人的にはこのパターンができれば初心者卒業と言っていいでしょう。ここからは上を目指す方へのものです。
かがだったでしょうか。気になった方はぜひプレイしてくれると嬉しいです。長時間のご視聴ありがとうございました。